はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、またね、スーパー悪用コンボを思いつきましてですね、ご紹介していきたいというふうに思ってまして、リバースデッキがかなり強化されているっていう話何回も多くしたと思うんですよ、このタロットレイとタロットレイスによってね。で、このタロットレイとタロットレイスでリバースモンスター何でもデッキから特殊召喚できるんですけども、何を特殊召喚していくかっていうところで、今日はね、何をリバースしたいかっていうとね、これです。幻想召喚師。これご存知でしょうか？このカードがリバースした場合、このカード以外の自分のフィールドのモンスターリリースすると、エクストラデッキから融合モンスター1体を特殊召喚できて、で、なんでもね、これ、なんでも。で、ここから特殊召喚したモンスターはこのターンのエンドフェーズに破壊されちゃうよっていう、まあ、なんでも出せるからにエンドフェーズに壊れちゃうっていう、まあそういう効果なんですけども、これを使って、今回はエクストラデッキから史上最強モンスター、まず異性の最終戦士フィールド上にお願いします。そんなする限りお互いにモンスターを召喚判定書は読書ができないというあまりにも対話拒否カード、これと、それから魔法トラップカードを無限に無効化ができるナチュラルエクストリオ、これを2体並べていく、これの、コンボをお見舞いしていきたいと思います。でね、デメリットがねそれぞれついてましてね、まず幻想召喚して出したモンスターエンドフェーズに破壊されちゃう。でさらに異性の最終戦士特殊召喚に成功したらフィールド上の自分のモンスター全部破壊するっていう効果、これがね結構痛いんですよね。で今回はこの異性の最終戦士とナチュラルエクストリオっていうモンスターをこれをリンク先に置きまして、ケルビーニので、ケルビーニのリンク先のモンスターなど効果で破壊されないっていうね体制が付与できるんで、これでまず幻想召喚師の破壊から守っていくと。でさらに異性の最終戦士のその出た時効果がガチでやばいので、この効果を、ディンゲルスっていうモンスターね、これ破壊耐性付与できて、カードにこれ全部破壊される場合でも一応代わりに1回除くとなんか破壊免れるっていう効果なんですけど、2番目の効果、これを使って、破壊される効果を肩代わりして、耐えていくっていう、スーパーインチキ残業ムーブ、これを決めていきたいと思います。でこのコンボなんですけれども、なんと手札1枚から確定しました。はい、現代遊戯王パワー、すごいですね。しかも結構手札、誘発、ある程度ケアするカードもある程度入れて、まあ、そこそこ決まる感じですね。で、何が、一番主導かっていうと、まずゲールドグラー。はい。まあ、当たり前に最強モンスター、ゲールドグラー。それからまあ、ディバイナー。それから、ヴィーナス。まあ、要するに、ゲールドグラーを盤面に出力できるカードだったら、大丈夫っていうことですね。はい。というわけで、早速この最強ムーブをお見合いしていきたいと思いますが、ソリティアがあまりに長いので早送り結構使ってます。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。また天才デッキを作ってきちゃったよーん。持ち時間300秒で足りるか怪しいよーん。ちなみにこれソロモードでやってたら15分くらい一人ソリティアが知らなきゃいけないことが分かったんですけど、これ大丈夫、時間足りますかね。15分のソリティアが必要なんですけど、これ一人で一旦相手今から15分待たせることになるけど大丈夫かな。ちょっとこれ全部話してると多分なんか飽きるから、みんな多分ちょっとなんかどっか早送りとかいろいろ使いながらちょっと解説をしていこうかなと、いう感じになるんですけども、とりあえずソルトの代行者ヴィーナスになりましたんで、この人ね。なので今から、ソルトの代行者ヴィーナス扱いのこのおじさんの効果をまあいっぱい使いまして、神聖なる玉、これをいっぱい出していきます。はい、でいっぱい出してね。さあそして、それから、スプライトエルフを一旦出していく。レベル2を含むモンスター2体で、レベル2を含むモンスター2体、レベル2を含むモンスターが4体並ぶのがめっちゃ強いですこのギミック。はい、で、スプライトスプリントで、スプリント効果、レベル2モンスターを愚かな埋葬、エルフ効果、自分の墓地から愚かな埋葬したモンスターをそのまま特殊召喚。いやそろそろなんかエルフ禁止になりそうな気配しないでもないんだよな。大丈夫かなこれ、余計な対象耐性とレベル2なんでも特殊召喚とかいうなんか意味不明なぶち壊れ効果ね。これはねバットスバスターだね。で、まあこれ多分ね、僕の動画見たことある人だったら多分ね、このムーブ知ってるかなと思うけど、残りライフ500っていうガチでやばいライフになってしまいましたが、まあ高等儀式術をエレガに加えまして、でギャンティックスプライトを出していくと。でもね、騎士感のある人もいるんじゃないかなと思うんですよこれね。このギミック、まあ僕のクソデッキ大体そのゲールドグラループか、または全枚ループか、
ゼンマイレベルとかゼンマイムーブか、まあ、どっちかから始まることが多いと思うんですけども、これが一番強いからなんですよね。ちなみに現代遊戯王において何でもできるからなんです、これが。はい、本当に。で、マクティアルを召喚してマクティアルの効果発動する自分の墓地からアックソレイダーを特殊召喚、最強モンスターアックソレイダー。そして豪炎の剣士を一旦出して戦士族に変えて、はい、あ、ちなみにエルフとスプリンドはマジであのゲールドクラをリクルートしてくるだけの、役割なんで、何効果使ったら一瞬で退場します。で、イゾとルデを出していく。で、イゾルデ君の効果発動しまして、自分の墓地に、装備箱を叩き落としまして、で、リナルドで、リナルド効果発動して、増幅持ってくる。ほんでですね、リプロドックス出します。この辺はもうなんかクソデッカーだと御用達なんだけどな。ああ、で、リプロドックスの効果発動して、サイキック族にリンク先のモンスターを変えるわけだ。はい、ほんで、粘土を増幅させていきましょう。粘土を増幅で、ゲールドグラ効果、自分の、墓地にサイフレームを叩き落とし、リソースをこれで無限に回収。サイフレームロードオメガは、自分の墓地からなんかモンスターマウンスターじゃなくてカードを回収するっていうのがありましたね。はい、でしかもなんかなぜか自分も戻るんで、これ一生使えるんですよこいつね、めっちゃ強いよな。まあ、ドライバーを戻せっていうことだったと思うんだけど、ドライバーじゃねえ、あとガンマとか、ガンマとか戻せってことだったんだと思うんだけど、多分サイフレームで使う場合はね。あ、でちなみにこれで今何をしてるかっていうと、アークデクレアラーを、無限回落として今からエクスタデッキから墓地にね、これで、デッキの中の儀式モンスターと儀式魔法を、全てサーチします。はい、ちょっとここはね、さすがに多分ね、長いと思うんでね、これ多分早送りになると思います。どうも編集中のルイです。ここね、マジでね、無言だった喋ること特にねえから、これ一生無言。そろそろ戻ります、どうぞ。これでやっと揃ったかな。ちょ、マジで疲れた。ちょ、右手が痛い。で、ドリアード出していきますよーと。ドリアーディングを出していく。まあ、これは別に正直レベル3の儀式モンスターと何でもいいんだけどね。はい。で、ドリアード。で、さらからのドリアード。なんだお前みたいなね。ドリアードの祈りどういうことやねみたいになってるんだけど。これは、レベル3であることが大事で、ちょっと後で、まあ、聞いてくるんですけど。そしたらですね、まず一旦 G ランティス出しましょう。あ、もうゲールドグラもいいです。はい、これも役割終えたんでゲールドグラもいらなくて、でこのモンスター、3体で G ラン出して、これはなんでかっていうと、ちょっとリンクてかエクストラモンスターゾーンを開けたいんです。はい、で、G ランティスと、でこれ場所大事なんだよな、ここと、で、ドリアードと、はい、でドリアード、これでいいね。で、リンク2でケルベイに出していくと、これレベル3 2体で作れるんですけども、これケルベイに出して、これリンク先のモンスターが効果を与えされないという体制が増えていけるんですが、でリチャーの儀式を発動して、儀式して、なんかよくわからないレベル8のリチャーモンスターを爆弾させていく。イブリチャーソウルオーガ、これも正直何でもいいです。レベル8の儀式モンスターであれば、一応リチャーはこれが回収がこれ入るんで、まあ、強いかなと思って、はい、入れております。で、リチャーの儀式を発動で、一旦これでレベル8、2体並びますと。はい。で、レベル8、2体並んで、並んだところで、ディンゲルスっていう最強モンスター出しまして、こいつも破壊耐性が、付与できるんですけども、カードにね。はい。で、こっから今回の主役です。本日の主役、登場。名戦術の儀式によって、タロットレイを、タロットレイスをリリースして、儀式召喚。はい。で、これ場所はだから、どう見たこれで、こうして、こいつリリースするものなんだろう、つまり。で、ちょっと待って、これはまあ発動していいか。で、リチャーの儀式鏡の効果で戻されて、94秒残ってるじゃん。余裕じゃない？結構。なんか全然余裕なんだけど。で、エンドフェイズ。めちゃめちゃ余裕じゃん。で、タロットレイの効果で、タロットレイスを特殊召喚。オッケー。で、これでね、タロットレイの効果を発動。タロットレイによってタロットレイスをリバース。で、リバース効果発動。デッキからリバースモンスターを特殊召喚、幻想召喚師。そしてタロットレイスの効果、
幻想召喚師をリバースさせ、幻想召喚師がリバースされた場合の効果を発動。エクストラデッキより融合モンスターを特殊召喚。うおお、現れよナチュルエクストリオエンドフェーズにちなみに効果で破壊されるっていう、一応あの幻想召喚師のデメリットあるんですけど、これあのリンク先なんで大丈夫です。ケルビリので、今の動きもう一回します。タロットレイの効果とタロットレイスの効果、これどっちでもいいか。タロットレイスの効果発動。あ、でこれリンク先タロットレイスだったな、これ。まあいいけど、リンク先一応タロットレイスの方がいいな、いいなこれ、あの打点的に。でタロットレイの効果発動して、幻想召喚師リバース、はい。でリバースすると、融合モンスターが、これちなみに無限ホールとか全部ケアしてるからね、ナチュレックストリオで。タロットレイをリリースして異性の最終戦士爆弾で全部パ効果は、ディンギルスで耐える。あの異性の最終戦士出てきた時に全部破壊するって効果あるんですよ、自分のフィールド上のモンスター。これをねディンギルスで耐えて、あのインチキイノコリを差し引くスタイルですね、はい。これ残業です、これ強制残業で。これ今何が起きてるかっていうと、アイディア魔法トラップカード発動したナチュレックストリオで無限に無効にされて、あ、ゴードンね、まあそんなのは無効ですよ。で、さらにあれ、イゼの最終戦士によって、モンスターセットしかできないっていう、召喚、反転召喚、特殊召喚できないから、セットだったらできるんだけど、イゼの最終戦士と間モンスターセットしかできない、はい。だからまあ特殊召喚できないから、そもそもラバゴとか効かないし、ラーの抑神竜スフィアモードも出せないね。だから通常召喚できないから。天聖の服従、すげえカード入ってるな、ものすげえカード入ってるな、これクシャトリラ環境でユニコーン持っているカードじゃん。まあちなみにあの発動した魔法トラップカード全部無効なんですけどね残念ながら相手はモンスターをセットすることしかできないということをまだ理解できていないような。どうやらいいかしようだな。そうだ、これが遊戯王マスターデルドいや、遊戯王マスターデルって神ゲーやな。これ手札1枚から確定してますから。1個いっていいですか。先行アンケートしたら早くね。